競技で発揮された党首とひたむきさは多くの国民に熱い感動と勇気を与えましたよってここに選手団員各員に対し感謝の意を表しますと野田総理が感謝状を送ったのはロンドンオリンピックで活躍した日本代表選手団8月20日 総理は38個という日本史上最高のメダル数を獲得した選手や入賞した選手ら108人を首相官邸に迎えました成績も素晴らしかったんですが私は3つのことで感動しました1つ目は世界一のフェアプレーだったと思いますどの競技に通じても日本の選手団が一番フェアプレーを徹したんじゃないでしょうか2つ目はメドレーリレーの後に 入江選手が確かお話しされたと思いますこれは水泳選手27人のリレーの結果だこのチームワークこの絆の力も私は感動いたしましたメドレーに出場した4人だけでなく日本水泳チーム27人全員でリレーしているつもりだったと銀メダル獲得後に入江選手が語った言葉日本が獲得した38個のメダルもまた 選手団全員ののチーームワークの結果でしたそしたたそて総理が受けた感動3つ目はフェンシング、あの準決勝の最後の数秒の逆転、鳥肌が立ちました、の諦めない心、この3つを私は特に学ぶことができましたその後、行われた懇親会で、金メダリストには総理から直接封筒が手渡されました。 中には総理からのメッセーージカード最高の笑顔、吉田選手が総理とこの約束を結んだのは、オリンピック開会前に官邸を訪れたときのことでした。 総理は吉田選手と同じく7人の金メダリストそれぞれに直筆のメッセージを手渡すとともに官邸を訪れた選手一人一人に声をかけねぎらいました皆様のふるさとも被災地も勇気を与えていただいたと思います全国つつうらうらで夢と感動をもらった人がたくさんいらっしゃったと思います 心から皆様に感謝を申し上げてご挨拶に変えたいと思いますどうもありがとうございました